特別攻撃隊員の意向より。穴沢敏夫の日記。穴沢敏夫少尉、23歳、福島県出身。第20新部隊、昭和20年4月12日出撃。昭和20年3月8日8時半、雪に覆われたる郷里の駅頭に立つ。施設ふんふんたる駅前に立ちて、しばし無料の間にとどまる。緊迫せるこの秋にあって、両親同胞に接するオールトは、いまだ我に神あり無常の幸福を思うなり、父上母上、我が生還を万が一にもと願うは、世の常の親として誠に無べなるべし。それを思えば、いよいよいたわしの念湧き、ただただお健やかに長く長く過ごされんことを祈るのみなり、安らかな夜を迎えたり。4月11日、明12日、出撃と決定す。幸い天候も回復せり、ふるさとに今宵限りの命ぞと、白出や人の我を祭らん。穴沢敏夫の遺書、婚約者千恵子へ。千恵子様、二人で力を合わせて勤めてきたが、ついに身を結ばずに終わった。希望を持ちながらも、心の一偶であんなにも恐れていた時期を失するということが実現してしまった。去年10月、楽しみの日を胸に抱きながら池袋の駅で別れたが、期待直後、我が隊を取り巻く状況は急転した。発信は当分禁止された。点々と所を変えつつ多忙の日を送った。そして今、晴れの出撃の日を迎えたのである。頼りを書きたい、書きたいことはうんとある。しかし、そのどれもが今までのあなたの口上にお礼を言う言葉以外の何者でもないことを知る。今はいたずらに過去における長い交際の跡をたどりたくない。婚約をしていた男性として、散ってゆく男子として、女性であるあなたに言っておきたい。一つ、あなたの幸せを祈る以外には何者もない。一つ、いたずらに過去の将棋にこだわる中で、あなたは過去に生きるのではない。一つ、勇気を持って過去を忘れ、将来に新活面を見出すこと。あなたは今後の現実の中に生きるのだ。アナザーは現実の世界にはもう存在しない。当地は桜も散り果てた。今さら何を言うかと自分でも考えるが、ちょっぴり欲を言ってみたい。1、読みたい本。万葉、句集、童貞、一点小、故郷。2、見たい絵。ラファエルの聖母子像、邦外の悲母観音。3、千恵子。会いたい。話したい。無性に。今後は明るく朗らかに。自分も負けずに笑っていく。寺沢育一郎の手紙。寺沢育一郎軍曹、20歳、群馬県出身。第20新部隊、昭和20年4月12日出撃。4月3日、南九州知覧基地にて。父上はじめ皆様、お元気のことと思います。私もいよいよ待望の本土決戦に飛び込みました。誰にも負けぬ自信があります。真っ先に内地の特攻隊入った私ですから、19年12月8日編成以来の連戦の結果を目にもの見せてやります。この便りが届く頃には、必ず必殺の体当たりをやる決心です。もうどこからの手紙も入手できませんし、頼りもしません。風雲のごとく、どこへ行ってもどんな状況に立ち至っても、とにかく頑張ります。ご安心ください。手紙代筆、寺沢軍曹のご両親様。寺沢軍曹は他年の宿坊叶い、有役敵艦隊撃滅のため本日出発されました。出発の寸前、断じて敵空母撃沈してみせると自分に言われました。
そしてこの意気込みをご両親に伝えてくれるようにと。俺は父さん母さんに特攻隊を志願したと帰郷の時も言わなかった。誰しも死にたくはない。30の人でも80のおばあさんでも同じことだ。しかし俺は若い日本人である。熱と血のたぎる広告青年である。俺が敵を沈めなければ誰が沈めるか。俺は行く。そして必ず成功してみせる。立派に戦死すれば両親も必ず喜んでくれると、ニコニコ微笑まれながら申されました。部下に対しおごらず悠々と退した時の姿が思い出されます。私も近いうちにと思います。きっと寺沢軍曹殿の教えを守り抜く覚悟であります。ご両親様のご多幸をお祈り申し上げます。昭和20年3月27日新川清。西永武弟への手紙。西永武少尉22歳、山形県出身、第22新部隊、昭和20年4月6日出撃。元気なる便り拝見す。便りを読むにつれて雪が降り、皆様が遊んでいる姿が見えるようです。子供時代に遊んだことなどありありと思い出されてきます。私も正規23歳になりました。しかしまだ気持ちは子供同様です。そうでなければ今の心境はダメであります。明治維新の青年同様の気持ちになっているようです。その気持ちは君にも分かってもらわなければ困りますよね。君も19歳となり、そろそろ決めねばならぬのではないか。兄はなんだかそんなことが非常に気になります。兄には23の現在まで恋人もなし、さりとて妻もなし。私の分まで頼みますぞ。父母への孝養は申すまでもなく、弟妹のことを末の末まで私に代わってみてください。私は出撃を待つ身であります。写真を送ります。そのうちで飛行服姿のものが一世一代の一枚です。母上への手紙。母上様、お世話になり感謝のほかありません。北川駅のホームのことを思い出すと男ながら涙が流れます。私はあの時男として最初で最後の涙を流しました。母上様がホームを走りましたね。その時です。私の名を呼びました。涙が溢れて何も見えなくなりました。駅を二つ三つ通り過ぎたことも知りませんでした。母上様の心を思えばこそです。しかしご安心ください。必ずやります。